With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70. 新しく召された四十人兄弟たちを歓迎いたします。41年前のある日、私は18年トレーラーの運転席に乗り込みました。美しい妻のジャンと幼い息子スコッティも一緒でした。私たちはいくつかの州を横断して大量の建築資材を運んでいました。当時はシートベルトやチャイルドシートに関する法律がなかったので、妻は大事な息子を腕に抱きかかえてみました。地面からずいぶん高いわねと妻が言ったとき、私は彼女の不安を察するべきでした。幹線道路の勾配が急な峠を下っていると、予想外のことが突然起きました。運転席に煙が充満し、前が見えなくなったのです。私たちは息が詰まりそうになりました。これほど大きな車両だとブレーキだけでは速度を落とせません。私たちはエンジンブレーキを使い、何度か止めようとしました。まさに私がトレーラーを路肩に寄せていた瞬間、まだトレーラーが停止する前に、妻はドアを開けて赤ん坊を抱いたまま飛び降りました。二人が地面の上で転がる姿をなすすべなく見つめていました。トレーラーを止めるとすぐに煙でいっぱいの運転席を飛び出しました。心を取り乱しながら岩や雑草の間を駆け抜け、二人を抱きしめました。妻の腕と肘が傷だらけで出血していましたが、幸いなことに彼女も息子も無事でした。私はしばらくの間二人を抱きしめていました。心が落ち着いて息ができるようになった時、私は思わずこう口走ってしまいました。一体何を考えているんだ。今したことがどんなに危険か分かっているのか。死んだかもしれないんだぞ。妻はすすで汚れた頬を涙で濡らしながら振り返り、私の心を差し貫く一言を言いました。息子を救おうとしていただけよ。その瞬間、妻の思いを悟りました。エンジンが燃えていると思った彼女はトレーラーが爆発してみんな死んでしまうと恐れたのです。一方、私は煙が電気系統の故障によるもので命にかかるものではないことを知っていました。私は幼い息子の頭を優しく撫でながら愛する妻を見て、これほど度胸のいる、そして全く理性的でないことをするなんて、なんという女性だろうと思いました。この状況は文字通りのエンジン故障と同じように感情的な危機をもたらしかけました。互いに相手が悪いと思って口を聞かない時間が少し続いたものの、最終的には何が原因で感情的になっていたのか説明しました。互いへの愛と相手の無事を気遣う思いを二人とも持っていたので、危険な目に遭ったことで大事な結婚生活を台無しにすることはありませんでした。パウロは次のように警告しています。悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って聞いている者の息になるようにしなさい。パウロの言葉は人の心に清らかに響きます。皆さんにとって悪い言葉とは何を意味するでしょうか。私たちは皆自分や他人の激しい怒りの気持ちを感じることがよくあります。人前で怒りをぶつける人を見たことがあります。スポーツの試合や政治の場で、あらゆる自分の家、あるいは自分の家でも一種の感情の電気ショートを経験したことがあります。子供が刃物のように鋭い言葉で愛する両親を傷つけることがあります。人生の最も豊かで愛に満ちた経験を共にしてきた夫婦が方向性を失い、互いに忍耐を持てなくなり、声を荒げることがあります。私たちは愛ある天の御父の制約の子供ですが、誰しも早とちりをして後悔したことがあります。他の人の視点から状況を把握する前に不敬な言葉や過度のあることを言ってしまうことがあります。破壊的な言葉がどのようにして際どい状況を致命的な状況に変えてしまうか、誰もが学ぶ機会があったことでしょう。
大官長会が最近出した手紙には次のように明記されています。イエス・キリストの福音は全ての人を愛し、親切と礼儀正しさを持って接するように教えています。互いの意見が違う時も同様です。継続的に市民として話し合いに参加できること、またそうすべきことを、なんと巧みに思い出させる言葉でしょう。私たちが世の人々と異なる視点から物事を見るときは特にそうすべきです。箴言の中でソロモンは次のように勧告しています。柔らかい答えは憤りをとどめ、激しい言葉は怒りを引き起こす。柔らかい答えとは熟考して反応すること、すなわち謙遜な心で規律ある言葉を語ることです。だからといって決して率直に話さないわけでも、教義的な真理を妥協するわけでもありません。単刀直入な言葉でも柔らかい雰囲気で語ることができます。モルモン書には夫婦の意見が食い違った時に肯定的な言葉を語った素晴らしい例があります。サライアとリーハイの息子たちは真鍮板を手に入れるためエルサレムに戻りましたが、なかなか帰ってきませんでした。サライアは息子たちが危険な目に遭っていると思い込んでいました。怒りがこみ上げてきた彼女はそれを誰かにぶつける必要がありました。息子ニーファイの視点からこの話を聞いてください。母は私たちがあれので死んでしまったかと思ったからである。母はまた父のことを幻を見る人だと言って父に不平を言い、あなたが私たちを受け継ぎの地から連れ出したので息子たちはいなくなってしまい、私たちもあれので死んでしまいますと言っていた。サライアがどのような思いでいたか考えてみましょう。彼女は夫が命を狙われた父に時折意見が衝突する息子たちが戻ることを心配していました。まだ子供を設けられる若さでいながら、心地よい我が家と友達を捨てて辺境の荒れ野で天幕に住んでいました。極限の状態まで不安に追い込まれ、彼女は理性的とは言えない、まるでものすごい速度で走るトラックの高い座席から家族を守るために勇敢に飛び降りるような行動に出ました。サライは彼女の最もな不安を夫にぶつけました。怒りと疑いと非難の言語を通してです。預言者リーハイは妻の怒りの原因となった彼女の不安に耳を傾けました。そして思いやりという言葉で自制に満ちた対応をしました。まず妻の視点から物事を見た場合の真実を認めました。そこで父は母に言った。私は自分が幻を見るものであることを知っている。もしエルサレムに留まっていたら腹からとともに滅びてしまったであろう。次にこれは聖霊が彼に明かされたに違いありませんが、息子たちの服に関する彼女の不安について語りました。しかし見よ、私は約束の地をいただいており、そのことについて喜ばしく思う。また私は主が息子たちをラバンの手から救い出してくださることを知っている。父リーハイはこのような言葉で私たちのことについて母サライを慰めたのであった。それは私が荒れ野の旅をしていた間のことであった。今日男性と女性が互いへの敬意を育むことがとても必要です。信仰や行動が非常に異なっていても、動機が全く違っていても、それらを超えて敬意を表すのです。自分の思いと心に伝えることを全て知ることも、一人一人が直面する試練や選択の意味を完全に理解することも不可能です。しかしながら私たちの姿勢に相手の経験に対する思いやりや共感が受け取れるなら、パウロが語った悪い言葉はどうなるでしょうか。私は自分の不完全さや未熟さの限界を重々承知しながら皆さんにお願いします。相手の経験を優しく考慮しながら、次のように質問するようにしてください。あなたはどう思いますか。トレーラーの運転席に煙が充満したとき、妻は息子を守るため行動しました。私が妻の選択を問いただしたことも家族を守るための行動でした。誰がより正しいかは重要ではありませんでした。重要なのは互いに耳を傾け、相手の見方を理解することでした。相手の視点で見ようとする気持ちは悪い言葉を相手の益になるように変えてくれます。使徒パウロはこのことを理解していました。私たちもある程度そのことを経験することができます。これは問題を変えたり解決したりしないかもしれませんが、より重要なのは益になるようにすることで自分たちが変われるかもしれないということです。救い主が心を見ておられ、
私たちの思いをご存知であることを明かします。静かな細い声の賜物を通して私たちは益になるようにできることを明かします。培われた聖霊の賜物は人の気持ちや状況への気遣いを私たちの心に植え付けることができます。それにより危害を及ぼしそうな状況を聖なる場所に変えられるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。